今日の街に突如として現れた。もう一人の坂本。いやもう一人の寮も気になる。英国の武器商人から大量の武器を倒幕派へと流すその動きは、幕末の動乱にさらなる不運を呼び寄せ。でもこの背丈からしてちょっと竹内じゃないかなと思ってんだよね。一方周りの予想だけ、ついに龍馬の前に姿を現した新選組局長近藤勇は、京を焼き尽くすという江戸遷都計画を密かに進めていた。この計画はいつから近藤は龍馬の腕を見込んでしてたのかも気になるな。計画への加担を要求する。その見返りは吉田東洋を暗殺したあの覆面の男の正体。いやいや見返りにはちょっとまた小さすぎるよね。覆面の男だけじゃ。だが荷が重すぎるよ。己のその手で覆面の素顔を暴き出すことを。第8章狂犬吠える。狂犬って言ったら一人しかいないんですけど。お、珍しく早起きしてる、龍馬が。あ、新選組の名前だ。あ、こうやって消してってるのか。該当しない奴らを消去法で。で、近藤勇も違うと。ね、近藤さんだと思ってたけど。朝やで。違うと。沖縄で。お、お龍。おう。下手かよ、演技。演技下手かよ。カラスがギャーギャーうるさくってな。目が覚めちまった。いや絶対バレるって。ほらね、いや勘が鋭いのよこういう時の女の子は。まあええわ、ご飯できてる。ちょっとした変化にね女の子はすぐ気づくから。リョウもバレとるでよ。イサミも違うと。近藤勇は覆面の男ではなかった。新選組の天然理心流の使い手は残り4人。え、一番近いのが起きたってこと？ここにスポットを当てるってことは、龍馬の中でね。近藤がおやすさんを殺したのではないとすると一体。これ以上考えても仕方ない。豚所に向かうか、何かつかめるかもしれん。まあ龍馬の中でね、近藤さんが一番、まあそのね、覆面の男に近い存在じゃないかなと思ってたけど、違ったわけで。まあ、あり得る予想だよ。予想だけど、まあ、峰方なんじゃないかなと思ってるわ。やっぱ一番長く謎じゃん。謎じゃないですか。まだまだ。ちょっと謎多き男だし、裏の顔がありそうなんだよな。ちょっと。まあまあまあ、そんなことをね、胸に秘めつつ、まあ、当初に向かうということなので、早速豚所に向かいますか。行くぞ。したら豚所に行けますか。カゴ使うか。カゴ、お、なんだ、人だかりができているが、なんだろうね。なになに、く、黒船だ。え、黒船？この前ね、話してたもんね、町の人が。何？食いつくね。え、なんかボロボロじゃない船。何これ？あ！おぉ！うわ、これが！あれ、大砲か！黒い船に大砲。間違いね、あれが黒船だ。俺たちきっと殺されちまうだ。え？ほんまか？ひぃ、開国せよー、開国せよー。でも黒船って名前の割にはちょっとしょぼく。なんなんだあいつは。黒船に乗った男。おい、なんなんだお前は。ふふ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 。なに、ん、お、おいどうした、船用意してた。誰かヘルプミー。船酔いかよ。
何なのこいつは。どんな外敵かわからん。目的を聞くためにもひとまずこいつを直さないと。無駄用に聞くものか。何が聞くない。ひとまず周囲の野獣馬に聞いてみるか。ちょっと待って、まためんどくさいの。なんじゃまだ。じゃ聞くか。この外国人の余裕を直したい。何か余裕場所の方法を知らないか。そうですね。確かうちの袋はそういう時は酒を飲んでパーッと忘れるのが一番とか言ってましたね。なるほど、酒の酔いで船酔いごまかすか。気を隠すなら物なのかというわけでな。一理あるな。お酒？じゃあお酒ってこと？やっぱとりあえずお酒かわかんないから。お酒渡してさ、おろろろって余計しちゃったらあれだから。もう一人話しかけてみよう。もう一人、あの一番、待って、どこにいる？もう一人聞いてみようよ。一人しかいない、聞ける人。ちょっと待っててください。いないね。ですよ。お酒しかない、もしかして。え、いなくなっちゃった。待って、お酒買う。あ、この人聞けるかな。あの外国人の船酔いを直したい。何か酔い覚ましの方法を知らないか。船酔い直すの。そうですね、運動してみるといいって聞きました。いや、気持ち悪いのにそれはちょっと。ん、運動、ええ、汗をかくことで体の悪い成分が体から出ていくんだとか。お侍さんなら稽古つけるといいかもしれませんね。なるほど、確かに稽古に集中して心を整えれば酔いなんていう小さなものにとらわれなくて済むかもな。いじりあるな。いや、運動はきついじゃない。あとこの人、もう聞けない話、聞けないみたいだね。ちょっと一回お酒与えてみる。いや、でもお酒、お酒持ってたっけ。ちょっとお酒買うわ。お酒、ちょっとね、酒を買ってきたのね、伏見の酒をね、ちょっと渡してみる。気持ち悪い。 I don't know what why。 まあ酒を、あ、なんだ、酒を飲みに行くのかよ。お酒買っちゃったじゃ。したらお酒飲みに行く。お酒好きだし、おい、飲みに行くぞ。気持ち悪いって言うてんのに。お酒ですか。あ、木を隠すなら森の中、酔いを隠すなら酒の中だ。さすが日本人だ。おう、奥の深い国ね。大丈夫かこれ。あ、でも進んでるんじゃない。酒どうだ、日本の酒はうまいか。おお、世界が回る。アラウンドザワールド、ゴーゴーヘブン。気に入ってくれたね。何言ってるのかよくわからんが、気に入ったのか。それはよかった。お、なった。気持ち悪い、もうダメ。どうやらダメだったようだな。まあそりゃそうか。他の方法を模索するしかないな。別のやつに聞いてみよう。ダメだったか。いや、そりゃそう。やめたから嫌だ。あー、見れたら普通に言うだわ。じゃあ稽古をつける。他になくない、稽古しか。待って。おい、あの外国人の船酔いを直したい。何か酔いさましの方法を知らないか。酔いさましか。確か梅干しが効くとか聞いた気がするの。梅干し。何、梅干し。ああ、まあ誰かが言ったか忘れたんで、あまり当てにはならないかもしれんが、何分自信なもんで記憶が怪しくてな。ポンポンポン。そうか、梅干しなんかが本当に効くのか少し心配だな。他にも聞ける連中がいたら聞いてみた方がいいかもしれん。梅干しってどうなの。あれ、二日酔いとかになったらさ、しじみとか飲んだりするんだけどさ、まあこの世界にそういうのない。ハマグリとか、ハマグリ汁とかさ。でも他に聞くやついないんだけど。いないんだけど。まあじゃあ梅干しあったっけ。ちょっと聞いてみるわ。梅干しを与える。いや、あー、持ってなかった。ちょっとサクッと買ってくるわ。ごめんね、サクッと買ってきます。はい、ということで梅干しを買ってきました。梅干しあるんだけどさ、梅干しの他にさ、これがあるんよ。酔いざめ、酔いざめの薬あるんだけど、これ渡すも絶対いい話なんだけど。まあまあまあ、梅干し渡してみますか。効果あるか分か
ないけど、渡してみるわ。梅干し与える。ほら、これを食え。シュパイって言いそうだ。梅干し渡した。 Oh, what is this? ん？これか、梅干しという食べ物だ。良いに聞くらしい。本当かは分からんが。Thank you, please。酔いが冷めました。 Thank you very much。 あ、本当に酔い冷めんの？マジで初めて聞いたんだけど。本当に梅干しが効くとはな。とにかく良かったな。はい、この GO はこれは忘れません。それではこれで、なんかくれよ。うむ、じゃあな。おいて、おい、お前一体何しに来たんだ。いや、怪しいよ。なんだ。思い出しました。私、開国させてきたのです。開国？もしや重要人物？もしやもしや。なるほどな、お前の言ってる開国とは貿易のことか。はい、ジャパンには素敵なものたくさんある。それをぜひ私にも譲ってほしいのです。ほう、で、お前が譲ってほしいものって何なんだ。私はお前じゃない、ポニーです。もしや、ポニーと言います。あお前か。お前かじゃない。名前か。俺は斎藤だ。自己紹介遅れたな。こちらこそ。で、何でしたっけ。ああ、ポニーが譲ってほしいものってなんだ。ああ、そうでしたね。こちらに来てから一番私欲しいと思ったものを持ち帰ろうと思ってたんですが、先ほどそれを見つけました。お、梅干しじゃない、多分。ほう、なんだ。やっぱり梅干しです。え、梅干し、そんなものでいいのか。はい、あんなに不思議でベアルなフードは初めてです。梅干しできるだけたくさん欲しい。わかったなら案内してやるよ。なんか悪い人じゃなさそうだね。斉藤さん、最近バレます。おかげで梅干したくさん買えたよ。それだけあれば帰りの船旅で酔ってもなんとかなりそうだな。そうですね。到着する頃には全部私が食べてしまっているかもしれません。やめとけ。食べすぎるとお腹壊すよね、梅干しってね。ふん、え、何、あ、何、貴様が外国人と密貿易をしてるっていう男は。外国人は俺たちの敵だ。そんな奴と繋がってる野郎を生かしちゃおけねえな。外国人嫌いの上位派の連中か。上位、私の友達にも上位という人がいますが、彼らはなぜ怒ってるのですか。梅干し欲しいの。煽るな煽るな。まあいろいろあるんだよ、日本の中でもな。下がっていた方がいい。外国人もらってもぶっ殺してやる。覚悟しろ。まあそれじゃあサクッと倒しますか。よいしょー、ナイス。まあ昔はね、こうやって外国人を嫌ってる日本人も多かったもんね。今はね、もう受け入れてる、むしろ受け入れてる国ではあるけど。斉藤さん、お強いですね。侍初めて見ました。かっこいいです。すまんな、最近はあんたら外国人を嫌う連中が多いな。まだまだ真の意味での開国は難しいのかもしれないな。そうですか。でも斉藤さんのような人がいれば大丈夫です。国なんて所詮は人のものです。人が変われば国も一緒に変わります。それはジャパンもうちの国も同じね。結構いいこと言うじゃねえか。そうかもしれないな。これ斉藤さんに私からの気持ちです。精密機器をもらった。なんだろう、なんか素材かね。それでお茶変わります。梅干しありがとう。開国してくれてありがとう。グッバイ。ああ、船酔いには気をつけろよ。変な外国人だから、ああいう連中とは気兼ねなく交流できるようになる日がいつか来るといいんだが。たま黒船中南のわさびとクリアと
じゃあ、今週のまだね、過去で来たのでしたら、もうこのままね、向かうで。なかった？あ、チョボね。オッケー。今日は門前払い来てないみたいだね。したらこのまま行くか。遅いで、はじめちゃん。なんだ？起きた。何か用か？ねえ、待ってたと言わんばかり。ちょっといい話があんね。はじめちゃんにだけのとっておきや。なになに？怖いんだが。なんやその顔。まあええわ。後で土蔵に来てもらおうか。土蔵？ここじゃまずいのか。いや、そうよね。二人っきりで話がしたい。いや、嫌な予感しかしないんだが。わしとはじめちゃんとで。いやいや、怖いっす、先輩。先輩、怖いっすよ。起きた、何のつもりだ。いや、ほんとそれよね。まあ、気が向いたら話を聞いてみるか。土蔵で待ってると言っていたな。いや、気が向いたらも何も今行くしかないでしょう。新たな目標が解放されていまして、三番隊の任務受付に話しかけて内容確認してみましょう。了解。いや、これは気が向かなくてもさ、今すぐ来いって言ってるもんだよな。行くか、したら土蔵に。あんまそこ近寄りたくないんだよ、趣味が悪いから。趣味が悪いもの置いてあるからあんま近寄りたくないんだけど。大丈夫かないって。嫌な予感しかしない。え、入る。よう、待っとったで、はじめちゃん。なになに？俺に話ってのは？相変わらず愛想がないの。まあええわ。ところで、はじめちゃん、戦国虎ノ城って名前知ってるか？戦国虎ノ城？戦国？誰？いや、知らねえな。戦国は今日で指折りの呉服商や。呉服商？趣味にごっつい豪邸構えとる。はじめちゃんも見たことくらいあるはずや。それで？その戦国の屋敷に勤皇派の志士が行参かくまれとる。戦国は売られ、勤皇派に貢いどる危険人物っちゅうことや。それを取り締まるってことか。当たり前やろ、わしら新選組やで。なら、なんで俺だけに話すんだ。手柄の分け前減らしたないんや。せやから副長にも言うとら、わしとはじめちゃんだけ。いや、やだよ、かしかしないよ。ほんで本番、二人で戦国の屋敷に踏み込む。二人で？二人、二人だけで？何を企んでいる。いや、そうよね。なあ、組む相手は俺でなくても構わねえはずだ。長倉とかね。そう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 、東堂でも。そうよ、そうよ、よりによって俺かよ。はじめちゃんは天然理心流をってうちに入隊したんやろ。金目当ての男やないっちゅうこっちゃ。そしたら分け前で揉めることもあらへん。本当にそう思ってんのかな。ええか、夜になったら戦国んちの前に集合や。ちゃんと準備してくるんやで、はじめちゃん。沖田のやつ言うだけ言って行きやがったな。伏見の戦国虎ノ城邸討ち入りか。気は乗らないが、やつ一人で突っ込んだらいらん死人が出ちまいそうだ。仕方ない。戦国邸の前に夜集合だったな。しばらく時間を潰すか。いや、もう絶対これさ、もう沖田のなんかさ、裏があるに決まってるやつ。ほら、前回さ、近藤さんに会ってさ、なんか不吉な意味を浮かべてたの、みんな覚えてる。いや、絶対なんかあるってよ。局長には会えたのか。はいはい、伊藤、会えましたで、ね。いい加減にせ。局長はあっちから来るまで会うことはできへんで。私もそう言ったんだけどね。じゃあ、会えましたで、ね。ほんまや。まあ、とりあえず夜まで何する、なんかする。まあ、とりあえずじゃあ夜まで時間潰せってことだから、カラオケでも行く、なんかカラオケでも行きますか。
せっかくならね。やったー。いじ桜、あ、なんかいじ桜ってこの前なんかコメントで見たな。あ、あと一時侍、うーん、したら一時侍だったっけ、どっちだったっけな、こっちか、一時侍だったっけな、一時侍歌ってみるわ。歌う、お、どんな曲だろう、お、なにこれ、え、ちょっとむずい、おい、始まった。そりゃあ急になんかつけて始まった。いいね、いいわいいわ。そりゃそりゃそりゃ、はい、なんでこれだけ透明がついてんの。やばい、あの後ろのさ、ミュージックビデオに目取られてボタンが出てない。いや、かわいい。あー、エッチだな、おい。はい、あ、見つけた。いや、これ、これさ、ね、見ながら後ろの映像見るの難しいんだけど。うわー、うわー、あはは、ジュールすぎる。はい、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 いいね、おい。うわっ、いや、もう後ろの映像気になる。はい、そやそや、おー、おっぱい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 、やばっ、おっぱいで消えとるんで、やばい。あっ、うわー、そりゃいい。いや、いや、キルさんいらんやろ、ここ。絶対いらんやろ。なるほど、こういう MV なのね。いや、後ろに、いや、あのさ、後ろの映像が見たすぎて全然譜面見れなかったわ。いや、これいいわ。これはみんなやるでしょ、みんな好きでしょ。いや、もう一回歌おう、ちょっと延長する。あと一曲歌ってくわ。いやー、あれ、ちょっと後ろの映像にまとまされないで、フルコン狙いたいわ。難しいよね、あんなスケベな映像見せられたらそっちばっか見ちゃうわ。したら歌ってない曲、アシュラコマチ歌ってみる。お、なんかちょっと、なんかいい歌の予感するね。情熱的なアイムでいきますか。もうザ・演歌って感じの曲だね。いいよ。お、いや、シュールなんだよな、マジで。キヨさんしかいないんだもん、アイロケやってるの。響けこの歌、あ、いいねえ。そのアイロケダサすぎでしょ。アイロケダサすぎやって。いや、何がでっかい。俺の名はアシュラ。アイロンでちょっと下手か。黄金の国、俺が好きな川は鬼怒川。え、アイロンでよ、アムサ。あれはアシュラ、アシュラ、アシュラ。なんかさ、エイカにもこういう曲あったよね。なんかリズムが似てるんだけど、なんだっけ、なんかのエイカのリズムのタイミングに似てる。あ、汗だくで日々つらくて、もうアイルでもうちょっといいのなかった。俺の鬼怒川。絶対アイルで合ってない気がするんだよ、情熱的すぎて。わー、
まあいいでしょう。おいしいやー、スケベに目を移ってしまったのがちょっと、やっぱスケベの気持ちは抗えないわ、みんな一体は。ってことで寺田屋に向かうんだけどね、ちょっとね、やりたい、どれだったっけ、やりたいストーリーがあったんだけど、どれだったっけな、なんかね、面白そうなサブストがあったんだよね、どれだっけ。ちょっとね、なんか前コメントでね、なんかおいなりさんのストーリーをねやってほしいっていうのがあって、おいなりさんって何だろうと思ったんだけど、どれだったかな、ここかな、なんかそのサブストね、たまたまね走ってたら見つけて、あ、これだ、これか、これこれかな、あ、これかな、あ、そうそう、このいなり寿司、いなり寿司が食べたくてなんか並んでる人たちが多くて、まあ、気になるからちょっと一回やっていくわ、いなり寿司ちょっと見てみるか。そうね、先生行きます、はい、あ、なんだ、これじゃないか、ちょっと話しかけてみるね。お稲荷さん食べたくてみんなこれ並んでるのかもしれない、なんだろう、とりあえず話しかけてみるわ。お客さん、すいませんが、列の一番、え、後ろに並ぶ、見る、食べたけ並べって、稲荷寿司屋の行列だ、とてもまさらに愛がする、並んでみるか。まあ、せっかくならね、こんだけね並んでるってことはね、それなりに上物の稲荷寿司っぽいから、並んでみますか。まあ、時間もあるしね、夜まで。よし、並んでみよう。なんだろうね。毎度、大きに。お金はあるからね。はい、では次のお客様どうぞ。なんだろう。毎度、大きに。その場で握ってくれるのかな、お稲荷さん。お、次々と。いいね、回転率速くていいね、人気だけあって結構並ぶやな。でもね、回転率結構速いんじゃない、もう少しで俺の番か。毎度大きいに、もしかしてさ、うわ、売り切れたとか、もしかして、え、すいません、うわ、ほらね絶対そうだと思った。何、並んでいただいたお客様は大変申し訳ない、またのご来店お待ちしております。なんだ残念、ここのいなり寿司本当に絶品らしいのに、次こそは食べたいな、もう少しのところで売り切れてしまった、まさかここまでの人気とはな、もうちょっと量用意してこれよ、また並ぶのは面倒だが、ここまで来たら一度は食べてみたい気もする、仕方ない、またの機会に並ぶとしよう。嘘、食べれるかと思ってるに、なんだ、みんなになんか面白そうだからって思って、おいなりさん食べる気満々だったのに、そしたらじゃあまた来るか。今さ、おいなりさん食べたい気分だったのに、なんだ、そうだよな。じゃあしたら、なんか近くの、ないな。したらじゃあもうこのまま寺田へ向かうか。なんだよ、おいなりさん食べたかったな。そしたらね、このままテレアタイム向かうわ。で、自分の部屋行って、あ、そうなんだ。布団で寝ると時間変えられるみたいだから。で、これで夜にすればいいと思う。え？したらちょっと、服変えますか。まあ、ずっとオーカだったから、ちょっと、まあ、夜にね、まあ、忍び込む、戦国庭園に忍び込むからさ、ちょっと、いや、ちょっとこれはダメだ。いや、道島スタイルもな、あれだけど、ちょっと傷つけとくか。漆黒の服に、この切り傷つけとくわ。よし。あ、待って、もう変わんない。ちょっと待ってよ。ん？決定。いいねー、かっこいいじゃん。で、傷もつけとくと。似合う似合う、おー、なんかかっこいいね、黒も。わ、黒に赤ってなんかね、渋くてかっこいいな。で、ちょっと傷もつけてみたりとか。ちょっと、
伊蔵と雰囲気かぶるな、なんかなんかちょっとこの黒い感じ伊蔵と雰囲気かぶるけど、まあまあいいでしょ。したらちょっとおめかしもしたし、まあせっかくならね、夜まで寝ちゃって掃除のところに行きますか。夜まで休むと。よし、夜になったな。起きたがまず戦国亭へ向かおう。戦国亭へ向かえ。わ、すっかり夜やな。ちょっとせっかくならさ、一枚写真撮っていくわ。いいねー。ええー、じゃないか、ええー、じゃないか。これから、戦国亭さ、乗り込もうとしろとこのさ、写真じゃないわな。おい、それで向かうか。